こっちですかね。お、開けましたね。到着でございます。下から見上げる と、おお、結構降りにくそう。うん、そうでもなかった。土橋と堀切かな。堀切ってさ、自分で見る分にはおおって思うんですけど、写真とか動画になるとわけわからんってなりますよね。本当わかんなくなります。お、 NHK が現れました。戦場式企画。お、広いなと思ったら、飯盛城内で最大の面積だそうです。ほんと広い、広いですね。小口と石垣です。いや、もうときめきません、こういう石とか見てると。いや、まずときめくわ。おお、石垣群ですね。こっちからも見える石垣が。おお、すごい。おお、石垣がいっぱいある。あ、よくわからん道来てるけど、楽しい。ちょっと道が細いです。景色が見えました。いや、なんかもう下界を見下ろしながら降りるっていうのは気持ちがいい。ずっと降りていきます。急な階段が続きますね。もう終わりですね、きっと。
四条縄手神社の梅園だそうです。だから季節によったらめちゃくちゃ綺麗なんですよ、ここきっと。なんか咲いてる。嬉しくなります。Now